こんにちは。水谷加奈です。えー、11月3日浜祭りご来場いただきまして本当にありがとうございました。中にはね、あの用事があってとかあまりに遠くてとか、あとは仕事で行けません。という声も大変多かったんですけども。もう想像以上にたくさんの方が来てくださいまして。えー、増上寺のステージの上から見える。あの光景。 もう私はもうこれを若者に見せたかったんだというもうたくさんの人で溢れかえっている増上寺の境内のあの光景があ戻ってきたなともう感慨深い思いでもいっぱいでございます本当にありがとうございましたえっと公式発表では10万4千人の方がご来場くださったということで嬉しい限りですまし、あ、いて反省点を言いますと。 えー、私今回ちょっとスケジュールが立て込んでおりまして増上寺と文化放送の間を、まあ、往復していたんですけれども文化放送カレンダーのサインをするブースにいる時間がとっても短くなってしまったということあとは今回初めて水谷加奈のアクスタアクリルスタンドを売ったんですけどありがたいことにあの。 全部売り切れれましてそれは嬉してそそ嬉かったんですがそうですすがうねもし来年もまた浜祭り開催する予定で私一人はいるんですけどもね浜祭りで私のアクスタをまた売ろうということになった場合は大きさ価格使用する、まあ、写真ですかこれ一から考え直してもっとこう皆さんに楽しんでいただける満足いただけるものにしようと思っております。あとは、えー、私がプロデュースしましまた もちこチキンとマラサダのセットキッチンカーで売っていたんですけど私もそこ行って買ってみんなと食べようなんて思っていたらその時間が全くなくて来年はもう少しゆとりのあるスケジュールで皆さんと直に直接お話ができたらいいなというふうに思っております、えー、とにかくもう本当になん,だなんだろうなあ文化放送が帰ってきたなみたいな感じになったあのいい浜祭り でしたあのまあ、もう一つ反省点を言えば大竹さんのゴールデンラジオはラジオ聞いてると何やってるかわからないっていうあの、まあ、そんな反省点はありますただあの増上寺のステージを見たらティラノザウルスがいっぱいいるんですよあれはね結構ね爽感でしたよでもラジオで聞いてもよくわからないというねまあ、そんな反省点も含めまして、えー、また次回の浜祭り えー、皆さん楽しみにしていてくださいもう私これから1年かけて浜祭りに向かって進んでいこうと思います、えー、本当にありがとうございました